も疑問があるんですけど、親方様がこのことを把握してないとは思えないです。こんなことってある？ひどいお神様、こんな時に。ああ、まだドキドキしてる。とぼけなくてもいいのよ。あなたも新主のカップリング妄想でもだえていた口なのでしょう。あらあら、しょっちゅうおごれるほどマユシーのポケットマネーは多くないのです。ライネットソーセージも買わなきゃいけないし、うん、どうしてなのでしょう。昨日と今日で何か状況が変わったのでしょうか。そんなもの、なでこのヘアスタイルに決まってます。そっか、死にたくないって言ってるよ。死にたい嘘なら元気出せ。ガンタは殺さないの？おかえり、小前田くん。でも再会を喜ぶ感じじゃないんだ。ダムアミダブス、みきさんが行方不明になっちゃって。風太郎くん、今のは良くないぞ。あとこれ、休んでる間のプリント、うん、預かっちゃったけど渡せてよかったよ。それでは今日はみんなで四つ葉のクローバーを探しましょう。押し花のしおりにして売店で売って。新人離れした文体でしたものね。過激さの中に繊細さがあるというか、それを言いたくて、それだけが心残りでこの世界に迷い込んだの。あ、これってもしかして日本ではカップルがするっていうハイアーンっていうやつなのかな。仲睦まじいね。ももさんにもらったの。気乗りしなかったんだけど、あらあら、試しに着てみたら戦闘服って感じでさ。くっくっく、ようこそ戻った我が半身よ。待ちかねたぞ。さあ、我に生贄を捧げよ。あ、私がつけた名前なんですけど、この子は相性が良くない使い手だと動こうともしないらしいんです。よかった。私、森山しえみ。あなたの名前は？15人も相手になんて、逃げた方がいいことぐらい子供でもわかるでしょう。つまり吉野さんが全て悪いんですね。本日付で刑事課に配属になりました、常森茜です。でも基本コンセプトは同じでしょ。達也くんって実は凛ちゃんみたいなのがタイプなの？はい、太白ごま油で揚げています。低温で作られるためごま特有の香りはなく無色無臭。うまい。けれど上品で静かな旨味を持っている。絶対に言って、無理だって言った全員にざまあみろって言ってやる。受験終わって高校入った時にそう決めたの。トゥットゥルそれでは大将こそこそ噂話。さようなら。Okay guys, thanks for watching my video. If you like this video, please press subscribe because your support, it will make me feel happy to always update my video. After all, I'm Kujorin. See you later.